今日はミルちゃんのお誕生日なんだ。これからお家にお友達がいっぱい来るからお片付けしないとね。よいしょよいしょ、お洋服をたたんでと。よいしょよいしょと。ん？なんだ？あれれ、変なお手紙が来たよ。これは、おって書いてあるね。なんだろう。あ、また変なお手紙が来た。今度は、目、おー目。なんだろう。もしかして、おめでとうのメッセージかな。あ、また来たまた来た。今度は、で、かな？あれ？また、目だ。おめめ。なんだろう、このメッセージ。あ、また何かお手紙が来たよ。今度は、と、おめめと、だって、なんだろうね。ああ、また来た。今度は、う、う、なんだろうね。置いておこう。あ、またメッセージだ。なんか今度大きくてつく書いてるね。ん？これは？これは？うん。あ、また来たよ。今度は、ち。ち、だって。あれ？メッセージを並べてみたら、おめめと、うんち？おめめとうんち？なんだそりゃ。誰かのいたずらかな。あ、また来た。今度は？で、今度のメッセージは？で、だって。何を伝えたいんだろう。めめとうんちで、一体どういう意味なのかな？あ、また来た。る？る？おめめと、うーんち。出る？おめめとうんち。出る？おめめとうんちが出ちゃうの？どういうこと？あ、またお手紙だ。今度は何だろう？今度のお手紙は、やだよ。ちっちゃい矢かな。置いておこう。これまで来たメッセージを並べると、おめめと、うんち、出る、や、おめめとうんち出るや、だって。これいたずらだね。もう、メルちゃんの誕生日にこんないたずらするなんて、誰の仕業だろう。あ、誰か来た。はいはーい。はーい。あ、みんないらっしゃい。来てくれたんだね。今ね。変ないたずらメッセージが来て困ってたとこなんだ。おめめとうんち出るやってメッセージ。なんだろうね、これ。ん？なになに？それはみんながくれたメッセージ。みんながこんなひどいメッセージ書いたの？メルちゃん違うの。私たちが正しく並べ替えてあげるね。あー、このメッセージは、め、る、ちゃ、ん、お、め、え、と、
ふぅー、メルちゃん。おめでとう。うわー、お誕生日のメッセージだったんだね。気づかなかった。みんな、どうもありがとう。とっても嬉しい。メルちゃん、幸せ。アソブームの動画は面白かったかな？携帯電話で動画を見ている人は、ここのチャンネル登録というボタンをポチッと押してみてね。みんなのお気に入りの動画がきっと見つかると思うから、ぜひチャンネル登録ボタンを押して、アソブームの動画を毎日見てみてね。